助けなんとか助けてほしいということでね、イエス様の癒しが、イエス様の癒しが来てほしいと、来て手を置いて一つ一つ祈ってほしいと言ったんですけども、その必要はないと、もう信じるだけでね、もうこの息子さんは会おうと、ね、言われる、ね、その通り出願されます、ね、信じて治る、言葉を信じて治る、ね、その後ですね、今度はエルサレム、都のエルサレムにイエス様が登られますね。そこでベトサザタとかね、なんかあそういう意見、ね、まあ、あると、ね、そこで大勢のこの病気の人目の前に見えない、足の見えない体のまして、ね、おられました。その人たちがね、なんとかして治してもらいたい、治りたいと思ってね、いっぱいおってたんでね、でその動画の意見もいつそこの池に入ったら治るわけじゃなくて、いつでも治るわけじゃなくて、ちょっとこの条件があるんでね、それが水が動くんだと、その水が動いた時にさっと長男さんに入った人が治ると、あとから入ったら治らん、みんながちょっとでも水の動くのを待っとると、ね、そういうところだったというのが書いてあるんで、曲がりますよね。で、多くの人はこれは温泉じゃなかったんだ、温泉でもある時水が急に湧き出すというかね、その湧き出すのが来た時にパッと入ったら治る、タイミングが合うかと合わない、あるいは競争や、ね、もう具合が本当に悪い人はもう分からへんね、一番先に入ってるのが治るわけ、後の方から入ったら治らんでも、一番先に入ったら治らんでも、ということは、もうあんまり治らんでも言うなら、若い人に治ると。本当に治らないかん人は治らへん。本当に治らないかん人は動かないんだからね。伝えられへんわけ。だから、病気の管理者も入ってもらうという、ちょっとそういうようなところだと思うんですけどね。で、そのところによって、イエス様を見られてね、そして38年も病気で苦しんでいる人をご覧になっているんですね。その人を憐れまれしますね、かわいそうなことね。それでその人に良くなりたいの、良くなりたいんですかとイエス様は尋ねられるんですよね。ね、なんかもう当たり前やろ、よくなるの決めたい、決まったら、そんな悪くないんだから、おるわけねえよ、ちょっとでもね、よくなりたいんです、当たり前ですよ、そんなことわざわざ頼れんな、ふざけたこと抜かさないでね、中にはその、怒る人もいたんちゃうのかな、そのやり方で、いらっしゃいますからね。イエス様に出会った時にね、良くなりたいかって、もうまだまだ尋ねるかって決まっとるやん、あんたは神様の子供でいられた立派な人なんやから、そんなのパッと見たら分からんやろね、そんなのわざわざ尋ねんじゃん、腹立つ、尋ねるだけで腹立つ、そういうふうに思う人とね、反対の人も思うんですよ。もうイエス様よくぞ声をかけてくださった。私に、ね、私のことを見てよくなりたいんですよ。尋ねてください。なんとありがたいことなんだ、ね。そのように思った人と、まあ別れたな。正反対になる。必ずなりたい。極端に別れる。イエス様の出会った人たちみんなそうやね。もうイエス様を全然信じる気のない人はね、もう悪く考える、なあお前何やかんじゃんの、お前そこにしろ、どこにそこにしろ、
넌 나한테 고마워하라고 하죠. 마시나, 넌 나는 그러신 거 좋아. 뭐, 시대 손에. 사람들 하지 내가 그러신 거 좋아. 뭐, 너무 고마워하네. 입학 들어가려고. 입맛을 한번 터냈나. 터져내버려도 바로 말해. 서울은, 네. 뭐, 담배도 허시고, 담배라든지만. 유때 허시네. 유아래 때지만. そういうのでものすごく腹立ってる方がおってるんですよ。ね、もうそっとしてほしい。ね、もう言わん、そのことを正面で言って、表の目と向かって言わんてるほしい。言うやったら陰でこそっと言うほしい。いや、本当は言ってほしいね。ね、そんなもん、もう問題にしてくれって言うてくれって。そんな言うないけど。ものすごく、これで心の傷つく人も多いんですね。うん、でも何回も繰り返すけどね、その反対の人もったわけですよ。だから、よく声をかけてください。ありがたいことちゃう。ね。そうでしょ？お前にね、こうして集会に来るね、キリスト教の集会に来る人でもね、同じように、僕さんの話するね。そうするとその正反対に分かれるんですよ、大体ね。今日の話は何言ってるか全然分からんかったからね。今日の話はよう分かったよ、それね。分かれるしね。だからなんかね、今日は無性に腹立つと。ね。もう、来たときからムガバーッとしてね。なんかもう全然話聞き取れなかった。一つ一つが元のものすごい。僕が言ってることが腹立つ。頭に。ばっかりやったって言ってたね。もう最初から反対にね、なんかものすごくこのありがたい感じがして、何かボロボロだったってね、感謝ありがたいことだったということでね、思う人と、本当に極端に嫌がるんです。いやー、もう本当に繋いでくれたら、私も40年ほど前か、30年ほど前か、何年でも分からないんですけど、二十歳ちょっと住んだ頃か、武田信玄がどうも思うので、なんか、戦したとこらしいけど、そこへキャンプ場に行ったときに、その僕さんの話さ、説教されたので、聞いて。いやー、今日は先生話です。素晴らしい、感動しました。で、医療場を見て戻ったら、その隣の人に、今日の先生の話、何や、そっちも思うな。どんな話、何じゃあるわけ、腹立つ。全然わからんかった。わけわからんかった。で、そのように、極端に私の性格判断したのは、その目の前に戻ったのに、こんなに人間の考え方が合わないのかなぁ、と思ってね。もう本当に思いましたよ。それはいつも私も感じます。ね、せっかく来ておられるんだから、来てるんだからね、もうありがたいなと思ってね、言ってくださいね。そしたら、それは本当に読まれるんですよね。で、このね、気持ちは分かりますよね。この女の人は、もう、ずっと、なんぼ年いくつの人かは分かりませんけども、38年も病気で殺しになったんですよね。名前とか厳密やね。だから一人で甘さはそんなに年配の人じゃなかったら、生まれたとこからずっと悪い運動がね、なんで38年なんだからね、よう分からんけどね。いや、そのようなこと私も38じゃなくて、ビタッと生まれそうなことなんだから、ちょっとある種の癖とかわからない。それに近いような、どういうような、そういうような、そういうような、だと思いますけど、年月のものをね、私たちは、病気になります。ね。そしてもう長いことになるとね、本当に否定的になるんですよ。わかりますね、私はね。私も、もう、結果を患いましてね、30何年もおらなかったけど、病気だったら、みたいなのありましたんでね。それで、周り見たら病人ばっかしね、よーけ、こんなに病人の人がおるなと思って、呆れ返る。いや、時々ね、過去は市民病院の前の教会の時、市民病院に来られたりして、
ですよ。だから市民権を取られたっていうのもあるんだけども、た時たま何かの用で病院に行きましたらね、ものすごい病院持って、ね、何百人という人が病院の人が持ってるわけやね。あれこんなにたくさんの病院の人が持ってるか、過去回し病院だらけやけど僕思うほどね、市民病院だからね、看護師から取ってやる、また特定の火災の方から取ってやる、市民の方から取ってやる人は本当に取ってるかもしれない。とりあえずよーくの人が病院によっては、もうなんちゅうたくさんの人が病院取ってやる、つくづく思いますよ、ね。そしたらね、その、なあそれがね、今はね、まあ、ある程度わかるわけやし、病気が何の病気なのか、まずは、まあさ、検査したわけです、診断したわけです。でそれをどないにしたら治るかね、医学が発達してきてるからわかる、ね。時たまそれはもうとてもね、治らんというようなことは、何の病気かわからんというのは原因不明なんだけど、もちろんあるんですけども、まあ、大概は今が現在あれが現在でね、病気が治るようになってきた、ね。でもう一つありがたいことでね、保険というのがあるからね、病院に行ってね、ってね、全額払わないかん人は、まああんまりおってないな、まあ半分ぐらいで済むと、3分ぐらいで済むと、裏方でもっと支払ってる人はもうほとんど払わないですけど、裏方でね、いろんな人さんおってやると思うんですけどね、もう昔なんか全然いやそんな人なかったよ、そんな制度、もう病院全額払わないと、ね、それかしかも、治るか治らないかわからないと、ね、それで私のこの家の話するとね、病院に行けば行くほどがなって、行かんかった弟はなとね、ね、お前も言うだから、初めて聞く人も言うと、初めて聞く人もお手の上から言うけど、私のおじさんと父親、ね、兄弟ね、池に泳ぎに行ったよね、それに水が入って、ほったらかしに行った。中耳炎になっちゃったね。それで昔はね、だ長男が大事ね、後取りだけ、もう後取り以下はどうでもええ、もうそんなひどい人やったよね。だからね、もううちの家は、いや、独自の家だけやけど、どこの家もそうやってもないなと思うけどね、お前どこの親がひどい親やなってね、床を開けたら、たぶんそれでみんなもそうやったと思う。もうとにかく、いや、どういうことか言うとね、もうお金がないね。ね、お金がないし、全額も払わないから、ね。そんな時代やから。で私の家はそんな貧乏でもなかったけどね。だけど、まあね、だから、長男だけは一生懸命ね、私の親が長男だけは一生懸命病院連れて行ったんや、ね。行けば行くほど悪くなって、ね。別にお医者さんの、あると言ってるわけないね。ね、ね、結果私の結果的にそうなったようでね、こういうなんかね、誰かに狙いがそうなのね、避難するわけにいるわけなくて、そういうことがあったということを言うわけで、ね、いやお前そらないよ、そらない、医学はまだね、発達してないんだよ、戦争前やからね、だから今はそんなことないよ、いや今もあんねん。そういう、そういうとこあるとか、まあ、ちょっとはそういうのなくなってると思うけど、ある程度そういう傾向があるぐらい、一人で欲しい、ね、まあ、病院に勤めたことがある人はね、まあ、ある程度分かってもらえると思うけど、まあ、そんな先生、そんなの、気につけてください、言うかもしれないけども、いや、気に入らんことが起きたわけだ、ね、いや、それはまあそういうとこある、ね、病気だけじゃなくてね、勉強もそうや。塾を意識して家庭教室でね、もう勉強でね、もうその教育の費用いっぱい前から使うよ、ね、そして精神が良くなる、もう全然良くなれへん、ね、ところが肩こことか、ね、塾も何も言わへん、家庭教師も何も言わへん、勉強生徒も言わへん、ね、そういつも待ってくれるって一生懸命 ね、 教育費を使って家庭教師呼んでないよ、そういう子供の方がね、あんまり良くなかったのでね、まあ、結果になった人も中にはおってるみたいやけどね、逆効果って、ね、なんじゃってね、ことが世の中にはあるんだよ、ね、そういうことを知っとく
でか知らんけど、そういうこともある。いや、ね、人生ってそういうふうに言われることもあるんですよ。幸せになりたい、幸せになりたいと思う人がね、ほんまに幸せになるとね、どうでもええわ、どうしましてどうやってめちゃくちゃしたらいいんだけど、ね、うまいこと言いたいね。わけは分かるんでね、結果的には分かることがあるけどね、まあ、それちょっと言うことはないけど、とにかくここに書いてあることが起きたっていうね、それでやね、みんなことばっかり言おうな、私は、ね、それでやね、ここにあるように何の話か脱線したんだよ、ね、うん、まあ、この38年間ですね、誰も手を差し伸べられなかった。それ誰でもこう思ったということは、なんとか治りたいと、まあ、思ったわけだよね。うん、で、まあ、イエス様にね、出会って、それで治してもらった。イエス様がやること言われたら、なんだ、うん、起き上がりなさい。ね、徒歩を担いで歩きなさいと。発せず。え、ね、もう治れみたいな。え、やばいな。癒されよ。病気の霊、出てけ。言われる。言われたのかもしれないけど、これ書いてない。ね、何言われた。起き上がれ。何を起き上がれないから私は寝とるんですよ。え、もうそんな言わなくて起き上がりますよ。起き上がれるならば、起き上がることができるならば、とっくに起き上がってますよ。今さらこんなこと言わんといてというところやけど、イエス様言われた。起き上がれ。いね、それだ。しかも徒歩担いで歩け。いね、そんな重たいもん担げますか。起き上がるもできへんのに、寝てるとこかって歩いて歩きます。とこってベッドか、ね、布団か、ね、とこ言うたら多分この人この行けるとこに持ってるからね、鉄の重たいベッドを担いだんじゃないわと思うよ。まあ布団ぐらい担いでるって言ったらちゃうわな。そうやったってね、病人にとっては重たいからね。ここに漫画に書いてるからね、このぐらいのものに来たらね、徳を担いで起き上がるっていう最後の漫画の4番目のこのぐらいのね、まあもう1枚くらいの漫画くらいね、ね、という感じでやったらそれは担げるわよな。いや、大事だけど、私はもう起き上がれないんだから、ね、数のところが、ね、立ち上がりもできへんというふうにね、言いたいとこだったんだけど、なんでイエス様そんな言われたのかという問題あるな。ね、これまた大事なところなんですよ。僕の人はね、もう病気になったらね、もうその病気になったということで、もう起き上がれませんね。38年も病気はいらっしゃったら、今から起き上がりますかいね。今さら旦那なんか、どこかずみますかいなんてね。どこですよ。人間はね、もうそんだけ長い年月の間ね、もう病気での状態でおるとね、もう体だけが病気なんで、心も病気になっちゃうんです。心も体も病気になって、もう人間がね、もう全ての面で、まあ、もうダメになってしまう。そういう可能性がめちゃくちゃあるわけです。ね、イエス様はそこを見抜いておられるんですよ。ね、イエス様ね、病気の霊出ていく。病気治れ。言われたんじゃない。その人言われた、起き上がれ。起き上がりなさい。ね、ちょっと乱暴に言われたんです。起き上がれ。言われたんじゃないかな。まあ、僕らやったら、起き上がれバカアホ言いたくなるときやけどね、そらイエスが言われたと言われましたけどね、起き上がれとただ言われたと、ね、そうだ、
人間はもうその与えられた環境にね、もう絶望してしまう。なんか病気であるということでしょうな、そうさせてしまうんだろうな。私は分かります。せっかくの療養所でね、38年どころかね、もう40年も50年も病院によってる人はおったからね。だからその人たちがどんな状態でおるのかよく分かりました。同じ部屋の中におりましたからね。でそら38年という人はまさかいなかったと思うけど、その病院が創設されてしたらずーっとそこにおったいう人やったって、その人やったってその前から病気かもしれんしね、もうちょっと別のとこから家族が変わってきたんじゃないかかも考えられるしね。30年どころか38年どころか40年も50年も日本までどこから病気の人があったってと思います。なんせ年配の方もかなりおられましたからね。私はその豊岡病院
無理やり俺は入るの。なんで俺は入るの。結核いう病気があるだけや、共通点は。あと全然共通点なし。ね。どないなりますか。もう話全然違う人たちがね、意見も全く違う人たちが、全部二人、同じところに持っているというね。おもろいね。そういうところ神様を出してくださってね、まあ、いろんなことを教えることかな。創価学会もおるよ、ね、共産党もおるし、ね、キリスト教の人もおるし、ね、で私が別のところで行ったらね、そしたら、おっちゃんが目の前におったらね、長年後に5年後に人が悪くてね、話したんですよ。あんたのところに前におったらね、そのベッドにね、キリスト教の人もおったし、こちらのベッドの人、この共産党の人もね、その人は前の共産党の人に残った。そこからさ、こんなことですごく早くないですよ。不思議でね、同じとこ来るって。ね、あそこのベッドに出た人はみんな死ぬ。みんな死ぬ、ね。そういうベッドがあるんだって。ね、不吉なこと言われたことがね。面白かったよ。そんなばっかりで、くだらない彼。どこでもない話ばっかりですよ、今度ね。高級な話だから何もなく、提供が極まってね。どう、どういうふうに話してるんですよ。その中でね、お金様が教えてもらった、ね、全然余談になりましたけど、ね、もう話はね、結論で、なるかな、あっちの話、こっちの話、ね、先生、今日は何が結論ですか、何が言いたいんですか、ここですけどね、ちゃんと言うとかんとな。ですね、イエス様は今、大体そうやな、結論言うものとかあるんだけどね、イエス様は、悪霊出てくるとかね、病の霊出てくるとか、病気治れとか言われたんじゃなくて、ベッドかつて、起き上がれ、床かつて歩け、ね、言われた時にね、その時、正しいにすぐ良くなって、床かつて歩き出したっていうね、これにあるんだ、ありましたね。結論です。さっき言いましたね。この人はイエスさんを見抜かれるんです。この人にどういうところに問題があるのか、ね。聖書を読んでるとね、人間の不幸は何かの霊が取り付いてる、ね。悪霊が働いてる。あるいは呪いがかかってるとか、ね、そういうところで起きてる場合もあります。だけど、そんなばかりはないんですよ。その人の気持ちがね、そうさせてしまっている。病気という状態になると、大体人間は、心も病んでまうんです。体の病気が心の病気になってしまうんです。逆もあるけどね、心の病気が体の病気を呼んでまうというかな、そういうところもある、ね。だから、みんな自分で、ね、ここの場合は特にね、この人の、病気だから、もうダメなんだと。もう3年、なぜね、3年やないよ。3日やないよ。3年もおったら、大体3年も病気しとったら、もう心もやんな。この38年もね、病気やったらね、もう人間どれなのもほんまにね、心もやめよ。そこで健康な心をとったらね、まあ、奇跡だ。その人は、もう病人は病人の顔しとる。病人は病人の心をしとる。ね。それで病人は病人の雰囲気が漂ってる。服装からしてそう。ね。だからね、私がいつやったかな、なんかおかしかったときに、ちょっとおかしかったときに、市民病院でね、陳大先生にいてね、陳大先生にいてね、今、名誉院長になってるんですけどね、陳大先生にね、病気見てもらったこともあるんです。で私の顔見て、あんた病気じゃない、わかりません、言われました。要するに病気の顔してないやろ。いや、なぜね、その先生40年もお医者してたんで、して必要になりますからね、40年も50年も取ったかな。パッと見たら分かんねえ。
その地方の人たちを代表的な人を取り上げて、こういうふうに話し、こういう事件がありました。
こういうふうに言われました。言ってるんだけど、そのところを通してね、その民族とかその地方の人全体のことを言ってるんですよ。それは皆、話はだけど、たったものだったら、それの人だけのことを言ってるんじゃなくて、もうこの時代のこの人たち、住んでた人たち、ユダヤ教という宗教自身がね、特にこのイテウスの回路というこれ、ファクトとして見た時には、 これはローマの、ユダヤ教のモーセ、モーセ6章、モーセ5章とかにもあるんでね。これ、これ言ってんだな、ということを私はパッと言う気がついたんですけどね。どういうことかというと、5つの回路ね、意見があった。このね、5章、2節の終わりの頃にね、意見がありそこには5つの回路があったでしょ。それからね、 これはこの時代のユダヤ教、この時代の宗教、ね、言ってる。5つの回路は言うとモーセ5章、6章という言い方もあるんだけど、5章、モーセが書いた5つの書物をね、基本にしてユダヤ教がその時代の信仰が成り立ってた。 それに関与していくのは、その中に多くしているということを言っている。これ、パッと言うことで感じました。ね、そして、そこにはね、もう、病気の人から、身体障害者の人からですね、さまざまな挫折、さまざまな心を泣いた、ね、もう、人がいっぱいおった。ということは、これは何も、この、 この場所に限定した話じゃなくて、これはもうユダヤの国全体のありさまをここで言って言わんとしてる。いや、ユダヤの国全体の話で、人類の歴史上に出てくる人たちみんなこれ入ってるね。世界中の人でも言ってる。世界中にはもうこういう人っていっぱいおってるわけよ。もう心の泣いた人もどう思うもならんと困ると言うことでしょ。 その人はこの代表的に言われて言ってもらえるんですよね。そこで同じことが言えるということですよね。だから今の自分の状態でもノジエさんは言われた、もう起き上がれと、とこかずで歩けと、これじゃね、もう実際に病気になってなくたって、もう私はもう、あかんと、体も心も、 もう死にかかってるというか、生きる気もしないけどね、本当に心を病んでる人、希望も夢もなんもない人が多いでしょ。そういう人たちに対してイエスも言ったら、悟ったんです。私は、この間、弟子が、弟子が、弟子が、メガネ屋してます。お茶もでね。 遺産相続のちょこっと話ししに、そしたらね、もうあかん、わし死ぬ、ね、もう、あのね、下半身っていう足がもう、しびれる、腰から下、ひしびれる、まあ、歩けるけどね、車は乗るけど、どうにかなって、これって。 もう歩けへんと歩かれへんから、もうしびれてるんですよ。なんか、それになってしまう。もう、ほんまね、もう絶望的な顔して、顔も。まあ、私より2つ下やけどね、私より20年は遅れてたけど、一気に80のじいさんになってしまう。これが私のことだったのかね。私もがっかりしました。かわいそうになる、神様知らなかったらもうこれやなってね。 それからね、そのお店自身もね、流行ってないんでね、あっちにもメガネ屋さんがいる、こっちにもメガネ屋さんがいるんでね、もう経営的にもしんどい、めっちゃしんどいね。だから、もうあかん、何言うてもあかん、ダメってね、もう完全に参ってしまってるよね。だから先生で、そんなん言わんと元気出せ言うんでね、いろいろ励ましてきましたけどね。 所詮ね、神様は信じる気ない人はね、難しい。ね。だけどね。
もうとにかく何とか何とか助かってほしいと思ったからね、祈ったんですよね。祈ってきました。悪いと思われても手を、ね、すぐ言うことは言う、ね、わしこれ治ったから神様信じる、それに言う。あ、嬉しかった。もう絶対この男はね、神様なんか信じる人じゃないから、もう絶対そんなんで、もう父は全く性格反対、ね、性格反対って分かるんですよ、どういうのか、ね、考えること反対やねん、ね、いや、嫁さんおってやからね、いや、ね、また自分の身内の話するけどね、分かりやすいから、同じような人おってやと思うから言うけど、兄弟の方って、姉ちゃんと妹、兄弟と兄貴と弟、全然違う人おるでしょ、同じ親から甘えたのにね、性格全然反対の人おるでしょ、考えること正反対でしょ、おってやと思いますよ。いや、考えることは同じですけども、おってかもしれんけどね、絶対いると違うと思ってると思いますよ、ね、私と私の弟は正反対、どう言ってんだよ、違うわよね、兄ちゃん、な兄ちゃんそのセミを、それ何ぼすんねん、それどこで行こうだよ、えらい汚いの服着てんの、質屋で行こうだね、質屋で行こうだね、なんでバンド、このバンド、わしのやつが1万円ですね、姉ちゃんのバンドなんで、100円ショップ、それで100円ショップなかったから、なんかそんな、ね、もう徹底的にバカなすんねん、面白いね、兄弟でね、それで一応その人ね、あの中学校時代にね、あの前も言うたっけ、生徒会長ね、森田のところで生徒会長はね、そのお父さん、彼のお父さんもね、あの陸君が帰るのね、偉いさんだって、ね、生徒会長することはやっぱりお父さんの頭もええわけね、だから彼も頭もええわけ、ね、まあ、お父さんは陸軍大将まで行かないけど、なんかかなり暗いの上やったらしい、戦死しちゃったよな、そのお父さんのね、あの着てた服をね着てね、あの仮装行列でね、運動会の仮装行列してましたね、それで私その後ね、あのボロ着てね、いや隣のおっちゃんに戻ったんやけどね、あのボロだったらあるけど、それでメーカーやけど兵隊の服ね、ボロン着てね、それで元ボロンにして破ってね、それで私着て、ビッコ引きながら歩いて、生徒会議の後、とね、全く正反対なのか、隠したら、ね、それで家帰って、もう母親が怒ること、あんたあの格好なんじゃ、ね、仮装行列というのはね、将来こんな立派な人になろうと言うて、その理想的な姿を自分で描いて、というか理想的な格好して更新するもんじゃ、お前は何かや、お前乞食したいのか、将来立派な人になるんじゃなくて乞食したいのか、ものすごくがっかりした、もうお前の根性じゃなくてもう参ったって言ったら、ものすごく怒られましたけど、まあ、そんなことありましたけどね、いや私はね、もうあんまりね、その韓国のことあんまり構わないんだからね、まあ、それが、まあ、あんまり極端に言うとね、もちろんどうなのかそういう問題は大体分かってきましたけどね、最近はね、極端にするもんじゃないっていうか、まあ、人間って外見にとらわれますからね、やっぱり身なりね、きちっとした身なりをしておかんとね、それだけでもう人から軽蔑されますから、ね、この男はアホや、この男はね、あの値打ちのない軽薄な男、ね、もう尊敬するの値しないね、もう格好で、ね、一発分かりますから、ね、というか判断されてしまいますからね、そうでしょ、だから見栄えだけでも要せんと、ね、考え方あるわな、うん、だまあ、あえてね、あえてボロを聞きろとは言いませんけどね、まあ、あんまりね、外見で人間は判断したらあかんねんけど、人間は判断すんねん、いうことね、するんじゃ、人はするねん、ね、私はそんな判断、そんなそのものの考え方しませんよ、言うてもね、やっぱり人間は心なんだから、心を外見やら心なんですって言うとったってですね、人間は日常生活の場合にはね、あれ外見で判断するんですよ、人は、ね、違いますか、ね、
ますよ。ね、だからね、ええ格好というか、ええ格好なくても、とにかく人並みの格好しとかんと、まあ、それで損するな。うん、面接の時はね、きちっとスーツに着てね、面接に行かないと。うん、面接の時にアロハシャツの方が来たりするからね、それだけ不採用、ね、採用してもらえませんからね。その格好だけでもね、素晴らしい、なんか、ちゃんと仕事してくれる人だな、実際はそうなってしてくれる格好とかもね、外見を、いや、人で判断しますからね。まあ、そんなんで、だいぶ嫌な話になりましたけどね、もう終わりにしましょうね。お店さんが帰ってきたら、もう終わりになりましたね。結局は何やったっけ、まあ、ここに書いてある結論はね、人間に頼るということなんですけどね、二つの結論があるんですけどね、今言ったような心でね、心が泣いてしまってる、ね、だから起き上がるというね、そこをかけて歩くというかね、こういうその気持ちに持つというかね、それとともにもう一つはこの時代の人たちは伝統的なね、価値観なんだけど、昔からあったものにとらわれてた。ずーっと38年も、この人の病気だった以上にですね、そのずっと前から体制だな、社会の体制、ユダヤ教という宗教のね、長い年月の間でね、体制的にも腐敗していると。もう本当に貧しい人とかね、本当のこの病気で苦しんでる人を助ける力がなかった、ね、そういう状態になってしまっている。そこでね、イエスが来られて、この人たちをなんとか救ってあげたいというね、多くの人はもう人間的な手段で考える。人間の手段だけど、人間には何の力もない、ね、神様だけが問題を解決してくださる、そのことを知ってほしい。そういうことでね、この主語に帰ります。神様のことが分かるとね、私たちはその人間の弱さ、人間は何にもできないことが分かってくるんです。神様はその反対に偉大な方で、神様はすごい素晴らしい方で、神様は本当の愛の方だね、というのが分かっている。私たちの人間はね、ちょこっとね、最初はまあ愛だというものがありそうに見えるけど、ちょっとね、助けるやつをね、に応えてくれるんですよね。その人のものすごい憎たらしくなった。それで人を憎むね、憎む方は早いけど、愛する方は全然できない。それでもちょこっとでもやめてくれ、ずーっと憎んでるとかね、もう昔やったことのそれを考えてるようなことがありますけどね、それはもうみんなはね、神様はね、そんな方にされるわけじゃなく、どんなにもう神様に対して迷惑をかけるのばっかりとってもね、私たちのことを考え、私たちが本当に救われるようにね、考えてくださってる。神様は私たちが愛してくださってますからね。神様のそのような愛、神様の大きな力、神様の清さ、ね、神様の清さというのは分かってくる、分かるのが分かってくる、神様の正しさ、分かってくる。神様に近づくと近づくほど、私たちは神様から遠く、ね、そういうのが分かってくる。そして人間の弱さは最も分かる。神様の逆にね、強さが分かる。素晴らしさが分かっている。神様の素晴らしさが分かったら、もう神様に頼るしかない。そしたら神様は徹底的に出会った、どんな問題も解決するんだというとね、やっぱり助かってほしいですね。その2つのことを語るのね、分かりました。だから人間が素晴らしいんじゃないよ、神様が素晴らしいんですよ。それにどうね、間違いあるんでね、ピロティカフェン、私こうだわけないよ、ピロティカフェン、人間革命なんて思うのか、ね、人間革命、そう考えたのか、ね、
人間が素晴らしいんですよ。そばんばり考えているのもそうです。立派な人、立派な人、その人が素晴らしい。私たちは人が素晴らしいと思うんですよ。その人を選び、その人に力を与えるか、その人を用いられた神様が偉大なんです。神様なんですよ。その人が選べないですよ。どんなにものを見てもね、全て神様が働いてくださったら、神様が素晴らしいことですよね。人間に頼らないように神様だけに頼るということですよね。そのことをこうして、今日も生徒として働くことが38年の間、山本さんとおられました。本当にはもう全て、失望、絶望の中でもうどうにもならない日々を諦める日々を送ってます。イエス様に声をかけられて、本当に立ち回ることができました。この奇跡を生まれました。本当に心を泣いて、もう心理力も理力もしないといけないであったとしても、神様がその頼るイエス様につまりますが、希望が与えられ、問題が解決しますと信じて恵みいただきますので、それに感謝し、先生に会って今にお願いします。アーメン。